どうも吉賀ジョーロです。川のシャワーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。川のシャワー、川のシャワーですね。まさかシャワーで来るとは。まさかジョーロで来るとはっていう。そうですよね。今日はね、はい、テーマがテーマなのでちょっと育てる感じで、ね、なるほどなるほど、そういうあれがあったんですね。そうですね、一応。おお、それはなかなか綺麗な綺麗感じで。よろしくお願いします。ね、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、いやー今日ね、あれでしょ、アンさんはどこから今お届けなんですか？今これ実は収録時点で僕は三重におりまして、三重県ですね、あの三重町じゃなくて、はいはいはい、はい、よくあの九州というか僕は大分出身でおなじみなので、福岡とかでも今度三重に行くんです、はいはいはい、三重で出張に行くんですって言ったら大概三重町に間違われるんですけど。あ、本当ですか？そうじゃなくて三重県におります。すごいな。はい、三重営業所にですね、まあ、ちょっとそれこそ今日のテーマとも、関わっているんですけれども、はい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 、まあ、ちょっとこう、まあ、かっこよく言うと人材育成といいますか、すごい、コーチングといいますか、はい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 、はい、来ておりまして。すごい。そうなんですね。そうなんですよ。すごいな。1週間ほど、まあ、ホテルで。はい。研修ってことですか？そうです。まあでもそんな大したあれじゃないんですけど、まあ要は新人さんに教える的なものなんですけども。それはそこになんか会社のそういう育成拠点みたいなのがあるってことですか？いやいや、もう全然本当にそんな大したあれじゃなくて、僕はそのみんなの前でバンって教えるとかそういうことじゃなくて、もう本当マンツーマンで、はい、うん、あのそこに入った一人の新人さんがいて、うん、で一応そこでまあリモート的な感じでうちの部署にまあ配属された方がいるんですよ。ある事情があってというか、まあ、うち、まあ、基本こうトラックで回ったりとかする、うんうん、まあ、業務が多いんですけど、うんうん、まあ、それちょっとこう、まあ、ちょっとこう怪我をしちゃったりとかして回れなくなった方がいて、はいはい、でまあ僕がいる部署はまあデスクワークなので、まあ それだったらもしか、もし、ね、うちの部署の仕事で、まあ、もしやっていけるようになれば、うんうん、あの配属したらどうかっていう話になって、うん、で、まあ、配属されたので、そうなんですね。そこに、はい、教えに行ってるというふうな状況なんですね。へえ、じゃあ菅さんが一、うん、人で行ってその方のためにみたいな。そうですね、確かに1週間、はい、すごいですね。だからまあ自分、僕は自分の仕事をやりながらなので。そんな感じなんですね。そうです、そうです、結構、まあ、自分は高速でしてみたいな。そうですね。へえ。しつつ教えるみたいな。そうです、そうです。すごいですね。まあ、なんか全国区なんですか？はい、え？全国区の会社。ああ、そうそうです、そうです。東、あの本社は東京なんですけど、あ、三重にも、はい、営業所があって。なるほど。まあ、たまたまなんですけどね、今回。へえ。そうなんです。すごいですね。面白いな。なんかまあそうですね、貴重な経験というか、まあまあね、なかなか、うん、あ、めったにないですね。めったにないですね。あ、そうですか。しょっちゅうあるのか。本当に、いやいやいや、うーん、そうですね、もう本当、しかもましてや出張自体がもう本当に久しぶりで、あ、そうですね、もう転勤して多分してなかったので、本当3年とか4年とかもう平気でしてなかったので。なるほど、久しぶりですね。なるほど、はい、ありがとうございます。もうそう、本題に入りそうな本題に。そうですね。まあ、今誰なんだっていう初めて聞いた。そうですね。ジョーロと川のシャワーが。シャワー。ちょっと若干シャワーはなんかちょっと。放送してるぞ。ですね。じゃあオープニングを始めましょうか。はい、あ、始めましょう。はい。はい、始めたいと思います。はい、画家と作家。この番組は画家の空間ペインター吉岡健太とサラリーマン兼ラジオ作家の菅隆がエンタメや仕事、子育てなどについて自由に語るインターネットラジオです。ちなみに裏テーマとしまして、いつか二人が大好きな松本人志さんをゲストに迎えることを目標にしたラジオ番組でもあります。ということで第42回
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。三重県と大分県からお届けしておりますそうですね、普段は三重じゃない、大分と福岡なんですけども、それもすごいですけどね。そうですよね。いやまあでも変わらずできますね、全然。まあ当たり前っちゃ当たり前だし、結局川さん今ホテルからお届けする。そうですそうです、ホテルからですね。アパホテルからですね。アパホテルからね、はいすごいですね。面白いですね。どこでもできるもん、ね、いや本当ですよね。確かに確かに。それこそだって僕先週のポッドキャストの更新は確か博多駅 の、はい、あの電車を待ってるベンチでしました。そうですか。はい。あ、もうしとかないとみたいな思いながら。そうですか。そうですそうです。それでちょうどなんか待ち時間があったから。あーすげーな、ね、ほんと便利な時代になりまして。です、ね、すごいな。そうですね、面白いですね。うん、いやいや、ちょっとまあじゃあ自己紹介をしましょうか。あ、そうですね、はい、はい、では私から、うん、画家の空間ペインター吉賀健太と申します。はい、大分県の大分市を拠点に、画家として、活動しておりまして、個展や、いろんな、展示会またオーダーいただいたり、などなど制作しております。また、空間ペインターという屋号で、いろんな街や、壁とか床とかいろんなところに絵を描いて、街を変化させている仕事をしております。ネットでも、絵の販売などしておりますので、どうぞそちらもよろしくお願いします。はい、お願いします。で、続きまして私が、作家の川野と申します。毎週土曜日夜9時から放送中のOBS の大分放送のですね、踊り場ラジオという番組の作家をしております。で、一方で、あ、普段は会社員をしてるんですけども、一方でですね、まあ、イベントの企画だとか、文章を書いたりしておりまして、電子書籍のアンテナの磨き方というあの本をですね、Amazon で、出版しておりますので、よかったら読んでくださいということで、今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。それではじゃあ、はい、早速コーナー入りましょうか。そうですね、はい、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、画家と作家エンタメのすすめ。このコーナーは我々画家と作家が音楽、映画、漫画、テレビ、ラジオ、 YouTube、 アートなどの中からおすすめするエンタメを毎週一つずつ紹介するコーナーです。はい、ということで、はい、はい、本日今週のそうですね、おすすめ、じゃあ僕の方から聞かせていただきたいと思うんですけれども、はい、ですね、ちょっとこう配信確かされたばっかりなんですけれども、ですね、ちょっとたびたび紹介するネットフリックスのちょっとコンテンツになるんですけれども、あのトークサバイバーというあの、まあ、番組というか、多分今民放というか、あの地上波のテレビ CM とかでも多分してて、はいはいはい、あの千鳥が、メイン MC と MC というか、まあ、出演者で、はい、で、まあ、要は芸人さんたちの、まあ、トーク、まあ、その名の通りトークサバイバルということで、こうまあパートごとに、まあ、7、8人ぐらい芸人さんが、うん、まあまあ、こう一応ドラマ仕立てで進んでいくんですけど、ある瞬間からその例えばこう悲しかった話を披露してくれよ、うん、お前らみたいな感じになって、でそこからあの急にリアルの感じになって、一人ずつというか、うん、まあ挙手制でこうエピソードトークを紹介していく、その滑らない話みたいな感じで、うん、で一番面白くなかった人が脱落するんですけど、うん、っていうのが あって、本当にドラマパートもうなんかやけにこうネットフリックスなんでめっちゃお金かかってて、お、あの突然変異の化け物が病院に現れて、なんか切り者とかいて悪の組織がいてみたいなちょっととんでもない、なんかあの結構スケールで、ドラマパートも結構スケール大きく描かれてるんですけど、まあ、そのメインであるトーク合戦ももちろん最高で、まあ、千鳥の他にも、まあ、霧の川島さんだとか、結構有名どころがたくさん出てるんですけど、まあ、アンジャッシュの渡部さんとか出ていて、もかなりもうめちゃくちゃ身を削ってというか、もう地上波で絶対できないぐらいのギリギリの話をしていて、でネタバレ基本厳禁なので、SNS とかにも書いちゃいけない的な雰囲気なんですけど、
感じなんですね。そうなんですよ。それでちょっとまあ今ちょうど見ているので、あのホテル毎日見てて、おすすめだなというところで。なるほど。はい。へえ、ね、なんかすごいなんか評価高い。はい、佐久間さんでしたよね、確か。あ、そうなんですよ。佐久間さんで、と千鳥の、そうですね。で、第2弾ですね、今回が。あ、そうなんですね。初回が、第1弾が、パンサーの向井さんが優勝していて、一応優勝っていうのがあるので、そうサバイバルなんで、最後に生き残る人が一応優勝者なんですけど、今シーズン僕はまだ最後まで見てないのでわからないんですけど、まあ、なかなか、そうですね。そうですね。結構ギリギリな話が多くて。ギリギリな話その、まあ、ギリギリ、そうですね。ギリギリというぐらいなんで、まあ、ほとんどは下ネタだったりはするんですけど。どういうことですか？笑い飯の西田さんとか、そうですね。インパルスの板倉さんとか、まあ、銀シャリ橋本さんとか、まあ、そのあたりのこう達者な人たちが。役に扮しながら、なんかこう、お礼をみたいな感じで喋りながら、その面白いエピソードトークをしていくみたいな。なかなか、はい、おすすめでございます。そうですね。なるほどね。ネットフリックスなんすね。いや、そうなんですよ。はい、ちょっと限られちゃうんですけど、はい、そうですよね。またいろいろやってますよね。そうですね。あ、そそられます。まあ、機会があればぜひということで。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは私の方から、はい、もうこれ悩んだんですけど、はい、これ一発ものだと思うんですけど、はい、先日多分カンさんにもお送りしました、はい、NHK ですね。で、はあ、あ、そうだ、あれ一発ものなんですね。おそらく僕てっきりなんかもうこの時期だし毎週だと思ってました。そうですよね、はい、おそらくですけど。あ、そうなんですね。あれ、一昨日でしたっけ？確か17日でしたよね。いや、すみません、僕そう、まだ見れてなくて。はいはいはい。録画をしたんですね。そうなんですよ。はい。松本人志とラブチャーナル。はい。という、ね。すみません、言う前からなんか見れてないんですよ。という番組を、ね、NHK でね、松本人志さんが、うん、性にまつわる世界の、うんうんうん、事情みたいなことをオープンにこう話題として取り上げて、うん、まあ話しましょうというような新しい試みの番組ですね。うんうん、そうですよね。もうめちゃくちゃ新しい試みですよ、本当。ですね。あ、まだ見てないですね。そうなんですよ。でもなんか面白かったというのは、それこそちょっと噂は聞いていて、はいはい、いや面白かったっすね。うん、あ、そうなんですね。まあそう、面白いというのがね、いろいろまあ表現というかね、あれ言い方があるんですけど、そのゲラゲラの面白い、多分こう、まあ、興味深いというか、そうですね、見応えがあるみたいなことだと思うんですけど、どちらかというと、後者かもしれないですね。はい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 。まあもちろん単純に面白いっていう部分。あ、そうです。お笑いも結構ある感じですか？お笑い的な感じは、はい、うん、まあ基本的にあんまない感じ。まあまあそうですよね。そう、これ笑っていいのかなみたいな感じがあるっていうか、なんかこう例えば性の授業って、はいはいはい、まあ、内容で違うと思うんですけど、はいはい、学校でその話されるとこう、はいはい、なかなかこう、まあ、そうですね、笑えないっていうか、まあ、そういう感じになるとか、はいはい、そうですね、あの感じが、ね、笑いたいけど笑っちゃいけないというか、そう、はいはいはい、っていうのが、まあ、松本さん自身もものすごい真剣な顔で見てて、うんうん、そういうちょっとびっくりするぐらいな映像とワードがバンバン出てたんですけどね。そっか、もうそれこそその放送禁止ではなく、はい、まあ、その医学用語じゃないけど、そうそうそう、まあ、そういうことになってくるんですよね、多分。そうそうそう、体のねことだったら。そうなんです。だから性にまつわるいろんな、まあ、世界の事情というか、はいはいはい、こんな国ではこんなことやってますみたいな。なるほど、そういうこと、すごいオープンだなみたいな。じゃあ世界とそういうのもありつつの。そうですね、基本的には大体世界のなんかニュースというか、まあ、こんな例えばイギリスの BBC ではこんな感じの放送がされてますみたいな、ぶっ飛んでんなみたいな、結構そうなんすね、あったり、うん、それとか、まあ、セルフプレジャーって言って聞いたことある。はいはいはい。まあそういう、こう、一人でね、こう、ちょっと、はいはいはい、
人エッチ的なことを、はいはいはい、まあ、世界的な事情というか、はい、まあ、ともなるほどオープンに話してみましょうみたいな感じの、まあ、結構面白い番組でしたね。すごい貴重だというか、なんかすごいですね、見応えありそうな、うん、これは見応えありましたね、うんうんうん、まあ、まあ今回話すのがどうかなと、まあ、ちょっとためらう部分もあって、ええ、でまあ X ね、ツイッター、旧ツイッターで調べたら、はいはいはい、結構やっぱ賛否あって、あ、賛否、 P は何なんですか？ P はね、やっぱそういう、うん、なんて言うんでしょうね、まあ、下品っていうか、やっぱ性に対してオープンにしてほしくないみたいな、はい、やっぱ日本人強いんでしょうね、はいはいはい、そうそう見てるわけですよね、でも見てますね。で、とか見る前から反対見る前からそんな、そのまあ松本さんみたいな下品な人がなんかそういうのはするべきじゃないみたいなね、そんな感じの、そういうことですか。そのあ、そ、逆に真面目な番組やってるんじゃないよってことですか。それは、なんて人選ミスだみたいな、なんかこう、まあ、人権的なことであったりとか、はい、あ、なんかそういう性をオープンする前にそういう問題がはらんでるんだから、はいはいはい、そういうことにこう、なんて言うでしょう、あの焦点当ててほしいとか、うんうん、なんかそんな感じのが結構受けられて、そういう結構ね、意見もそれはあるよなと思いながら、でもなんか僕はすごい面白かった、面白いっていうか、うんうんうん、まあ、いろんな意味で、まあ、時代というか、うんうん、まあ、挑戦的なことを NHK もしたなと思うし、うんうん、それをよく松本さんも引き受けたなとも思うし、そうですね、うん、面白かったですね、うんうんうん、いや、なんか正直想像がつかないというか、うん、まあ、どんなものになってるんだろうってずっと気になりながらです、ね、これはあえてちょっとなあんま言わんときます、まあ、はいはい、言わんときます。ぜひね、見てみてください。で、このオンエアが多分日曜日ぐらいになるとは思うので、あ、はいはいはい、そうですね、ね、まあ、多分、まあ、1週間は NHK の、あ、そうですよね、 NHK のプラスとか、はい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 、で公開されるらしいので、うんうんうん、ぜひぜひご覧くださいというと、ね、まあまあ結構オープンにしましょうよって感じなんで、まあ結構、うんうん、まあ、一応毎回ちゃんと、まあ、過激な表現があったりしますので、はい、ご注意くださいみたいなのがちゃんと毎回あるんですけどね、はい、毎回、あ、その何か、ま、毎回そういう VTR が流れたりとかする前に、そうなんですね、まあ、でもちょっとそこら辺のこう放送コードというかね、ね、当然守りながらなんでしょうけど、守りながらですけど、うん、なんかもう面白かったですね、やっぱいろんな、うん、で松本さんも多分これは笑っていいのか、笑っちゃいけないのか、はいはいはい、でも結局そういうところを攻めるのも好きですもんね、まっちゃんは。そうですね、本当にゲラゲラの笑いだけじゃなくですね、いやー、でも結構オープンに言ってましたしね。でもちゃんと、まあ、今回呂布さんっていう、はいはいはい、あの方とか、はいはい、あと ラランドのサーヤさん、いいですねとか、いいメンバー、セクシー女優の方も出てて、はいはい、いいメンバー、作家さんをやってる方で、はい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 、その方も出てたので、へー、割とこうバランスの、いいですね、ありつつ、おー、いいっすね、まあちゃんと突っ込むところは突っ込んでって感じで、うんうんうん、僕今出た2人好きですね、呂布カルマさんと、はい、サーヤさんも、はいはいはい、うん、ラランドが好きなんで、ああそう、あ、いいですね、ちょっとがぜん楽しみですね、うん、それは、うんうんうん、なかなか僕はすごい良かった、うん、それってやっぱ高須さんは、高須さんももちろん、あのもちろん、でもね、最後ね、はい、高須さんの名前ちゃんと出るかなって言ったら、はいはいはい、見影屋なんとかに、あ、おー、へー、なんでまた別の名前にしてましたね急にどういうあれなんだろうと思う、うん、へえ、まあ、知ってる人は知ってますよって感じです、ね、そうかそうか、そうですよね、うん、あれか、なんか子供さんに配慮したとか、なんかそんなのありえない、ありえますね、はい、もしかしたら、はい、うーん、高須さんと思いながら、うんうんうん、ねえ、はい、ああ、そうなんですね。まあ、ぜひぜひちょっと、はい、見てみます。ちょっと見た後にまたね、話せたらいい、うん。そうですね。まあ確かにちょっと我々もね、まあもし可能であればですけど、そういうテーマで喋ってもいいのか、そうですね、もありますし、
なかなかしゃべ、まあある意味ラジオですからね。そうですよね。まあその NHK がやってるんだから、そこの LINE は最低最低最高か分かんないけど、守っておけば、うん、そうですね、いいかなと思いますけど。へえ、興味深いですね。ちょっとなかなかね話せないようなことだったりするから、うん、そうですね。まあだから今日はね育てるからっていうのはだと思うんで、まあまあ、割とそっちの関係もね、はい、なんかまあ関係あるかなみたいな。なるほど、なるほど、なるほど。感じでどういう感じで、あ、なるほどですね。はい、ところもあるかなと思いながら、なるほど、説明をしました。はい、なるほど。はい、ありがとうございます。というとこです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。見てみます。ぜひ。はい。ではメインに行きますか。そうですね。はい。行きたいと思います。はい。画家と作家の談話室。このコーナーは我々画家と作家が今週話したいことやお互いに聞きたいことなどの話題を一つずつ持ち寄って雑談するコーナーです。ということで今回はカーンさんの番ですかね。そうですね。はい、今週はですね、私の方からまあ持ち寄ったテーマということで、はい、まあ、先ほどからちょっとまあチラチラは出てるんですけれども、うん、まあ育てることですかね。まあ、育成であったりとか、うん、まあ、子育てについてっていうのは以前したんですけれども、うん、まあ、今日あえてそれ以外のというか、うん、まあ、我々もまあ年齢的にですね、まあ、それこそこの前40歳の回をしましたけれども、はい、まあ、この40という年もありますし、うん、まあ、お互いねそれぞれお仕事とか、まあ、その他のことでのキャリアもまあまあそこそこを積んでいる年齢ですので、まあこう下を育てるというか後進を育てるみたいな話があるのかなというところですかね。まあその子育てについても別に全然いいと思う、あの言及してもいいと思うんですけども、まあそういった形のまあ人というか人やコミュニティを育てるみたいな位置づけ切り口でちょっとお話できれですね。ということで、はい、はい、まあ、そういったテーマでちょっとお届けしたいんですけれども、まあ、ちょうど僕が、まあ、今日ですね、本当先ほど冒頭も言いました通り、うんうんうん、その三重県に入っていて、はい、まあ、仕事の関係で、はい、入ってるんですけれども、うんうん、そうですね、まあっていうのはそれがまあちょっと事情が事情っていうのもあって、その教えてる相手、まあ、マンツーマンでって言ってさっきお話ししたんですけど、うん、まあ、そのお相手で言うと実はその年齢的な話をすると50代の方なんですよ。あ、そうですか。そうなんですよ。若手とかではなくて実は。で、まあまあそのうちの会社でそうやってまあ要はまあね、こうトラック乗って回ってる方でちょっとこう怪我をされてしまって、はいはいはい、まあさっき言ったようにそれでデスクワークの方にテーマ転身というか、したんですけれども、まあこれがその前はなかなかそのね、今までがなかなかそのパソコン業務とかをそのがっつりしてる方ではなかったので、そこのなかなかその、うん、ハードルというか、うん、ありましてですね、うん、まあなんかまあまあでもとはいえ僕もそうやってなんか偉そうに言うのは基本的に好きじゃないので、うん、まあ極力こう、うん、まあ砕けた感じでというか、うん、まあなんかそんな感じでこう教えていければなとは思いながら、うん、接してるんですけれども、うん、だからそういったところなんて言うんでしょうね、まあそれで、まあ、まあそれ今回の件は結構特殊ですけど、まあ普通に後輩がいたりとかもするんですけど、なんかなんていうかな、まあちょっと前まで割と自分のことを考えて仕事してればよかったはずだったんですけど、うん、やっぱね、いつの間にかこういう年齢キャリアになっていくので、どうしてもその自分のことだけってわけにはいかないので、うんうんうん、まあ、下のね、こう後輩であったりとか、うんうん、まあ、周りのことを考えていかなきゃいけない年齢になってるなと思って、うんうんうん、まあ、結構そこの難しさというか、はい、なんかよく言うのが、まあ、ちょっとこの吉川さんが画家としてこう活動されていて、ちょっと共感をしていただけるかどうかちょっと僕は分からないんですが、でもまあ他のいろんなプロジェクトとかもやってるからもしかしたら共感してくれるかもしれないんですけど、なんかよく聞く話でもう自分が2人欲しいみたいな、結局人にやらせても思い通りにいかないので、自分が2人いるのが一番いいなみたいな、あの文句というか文言がはいはいはい、あるんですよね、うん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 、でもそれもめちゃくちゃ気持ちはわかるんですけど、うん
うんうんうん、なんかどうなんて言ったらいいんかな、うん、それを言ったらおしまいというか、うん、その、はいはいはい、まあ、それはそうだけどもというところで、うん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 、それをやっぱりどうにかこう他者をというか育てていったり分かり合ったりして、はい、まあ、自分が最終的にだから自分が2人いるよりも、まあ、もっと成果が出るようになれば、うん、まあ、一番最高だと思うんですよね、うんうん、はいはい、でましてや、まあ、1対1じゃなくて今度1対いくつでこう、うん、あのね、たくさんチームで、まあ、10人、はい、20人30人っている部署で言うと、うんうん、まあ、最終的にそうやって相乗効果というか、うん、まあね、それで自分が何人かいるよりも高い成果というか、うん、を発揮できるようになるのがいいよなと思ってですね、うんうんうん、だそれはでもめちゃくちゃ難しいなというところも同時に痛感してるんですけど、うん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 、そうだから なんていうんですかね、自分がこう望む通りにはやっぱならないじゃないですか、うん、まあ子供でも何でもそうですけど、はいはいはい、そこのなんだろうな苦労もあるし、うん、まあ育てていければ喜びもあるんでしょうけど、うんうんうん、そう、そこら辺をですね、なんかこう、うんうん、分かち合いたいなという感じなんですけど、そうですね、でも分かりますよ、そうですか、自分がね、何人もいれば、うんうん、当然だって僕一人でやってほとんど来たから、はいはいはい、やっぱ僕が何人もいればってそれは当然思うので、ああそう、まあ、まさにそうですね、物理的にというかもう、そうですよね、事務的なことをやってくれる人がいたらどれだけいいだろうとか、そうですよね、だでっかい壁に書くからですね、はいはいはい、4人ぐらいいたらそうかそうか、そうですよね、当然思ったりしますけど、うん、かといってアシスタントとかはいはい、いた時期があったので、はいはい、聞きましたね、これは相当勉強になりましたよね。ああ、そうかそうか。前ちょっと話しましたよね、この辺と。はい、うんうんうん。だからそれはすごいわかりますね。そうですよね。こう、まあ、あとまあ、やっぱそれに直結する話で、そうですね。やっぱ思うのが、その伝えることの難しさというか、結局そうですもんね、その、今言った話を。はい、紐解いていくと結局コミュニケーションとか、ね、まあ、要はねこっちが伝えたいことが伝わってなくて、うん、まあ、やきもきしたりとか、うん、苦労したりっていう話になっていくので、うんうん、まあ、要はこれも結局コミュニケーションとか、そうですね、伝え方言葉の話になったりするのかなとも思うんですよね、うんうん、ですね、うんうんうん、そうなので、うん、なんでしょうね、だからまあこれってでも実は僕、まあ、この年ですけどそんなにその下の方をきちっと指導したり育ててすごく一人前に仕上げたことみたいなのが、うん、まあ、逆に言ったら僕あんまり経験が実はなくて、ほう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 、そのすごい多分割と若い時からそういうのを結構してる方も世の中に多分いて、はいはいはい、まあ元をたどるとそれこそ部活とか、うん、はい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 、で僕1年の間に辞めてるんですよ中学の部活を、あそうですか、ええー、でまあバイトも3年間してたから確かにバイトの後輩っていうのは多少はいたんですけど、うん、まあでもあんまりこう同級生が多かったですし、ああそうなんですね、なんかそんなにめちゃめちゃ教えるみたいなのもそんなにはなかったり、うん、で結局今の会社も、うん、僕はその割とこう早々にその輪を抜けて一人で大分に行っちゃったりとか、うん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 、でましてそのあんまり若い人とかこう下に入ってこなかったので比較的、うんうんうん、だから本当全体的に通してあんまりそういう経験がないです実は、そうですか、そうなんですよ、へで結構でも自分は長男なので、うん、なんかこう下の人の面倒見いいかもみたいに、うん、自分では思ってたんですけど、うんうんうん、どうなのかなとか思ってきてなんかそうあんま経験がちょっと乏しいんだな自分はっていうのを若干思っててですね、か、意外となんか意外とこうどう接していいかじゃないですけど、あ、そうなんですか、あんまり下の人に対して、うん、なんか厳しく言えない感じするんですよね僕、あ、なるほど、なんでしょうね、まあ、嫌われたくないとか思ってるかどうかわからないんですけど、うん、吉田さん結構厳しく言えます？
あ、僕もあんまり厳しく言わない方ですね。昔は、まあ、結構自分に厳しい方だから。はいはい、そうですよね。まあ、例えば多分会社とかになったりすると多分厳しくなることもあったんじゃないかなと思いますけど、うん、まあ、子供に対して結構厳しい方なんで。あ、はいはいはい、そうですね。僕も子供にはやっぱり一応さすがに、うん、まあ、厳しくしておかないとなと思うんですよね、はいはいはい、本人のためにならないので。なるほどですね。ね、こう嫌われたくないからって言ってね、ずっと甘々でやっても、そうですね、本人のためにならないので、一応心を鬼にして、うん、そうですよね。だからそういう意味では僕は多分他のじゃあ職場の人にじゃあそれだけ愛情がないかもしれないですよね、うん、あ、それで言うと。なるほどですね。そうです、子供、うん、愛情なのか信頼なのかわからないんですけど、はいはい、ちょっと悲しい話かもしれないですけど、あ、子供はだってなんかまああるじゃないですか、うん、その、よっぽど理不尽じゃなければまあ、うん、ね、こっちも愛情を持ってやってるので、うんうんうん、そこはなんか裏切らないというか、うん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 、けどやっぱ多分子供とかと違って、うん、もしなんかこう厳しめに言ってなんか変な伝わり方してなんか傷ついて、うん、ね、なんかこうやめちゃったりとかしたらどうしようとか、それこそ嫌われちゃったらというか、うんうんうん、なんかね、そうですね、そういうのが気になるというか。でも確かにね、あんまり厳しく言えない方ですね、僕もね、うん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 、なんかそういうの上手い人もいるじゃないですか、結構、はいはいはい、その言い方とかが、はい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 、ね、厳しく言う言い方、僕多分上手くないと思うんですよね、多分なるほど。あの、うん、まあ一応必要なことを伝えるのは割と得意だと思うんですけど、はいはいはい、なんかこうちょっと締めるというか、こうちょっとピシッと締める、緊張感ちょっと持たせるみたいなのは自分は苦手。なるほどですね。で、うん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 、やっぱね、こうそういうなんて言うんでしょう、できる上司の方とか、うんうん、やっぱちょっとピリッとしたところもやっぱ持ってるので、はい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 、もう本当自分のもう今までの上司とかでも。そういうとこある方が、側はやっぱり自分が尊敬してたなと思うので、うん、なるほどですね。やっぱそこを目指したいなというのはあるんですけど、難しいですね、塩梅が。なるほどですね、うん。そうそう、結構モデルケースは割と近くにいるから、うん、まあまあね、お手本にすればいいんでしょうけど。なるほどですね。なるほど。威厳、威厳というかね。そうですね。というか。うんうん。まあでも川野さん流でいいと思いますけどね。はいはい、うん、そうですね。ですね。吉川さんっていうか、こう画家の方たちの世界で、はい、例えばさ、こうなんかもっとこうした方がいいよみたいなのってあるんですか、うん、お互いで。こうした方がいいよ。クリエイティブ的な話かもしれないですけど。いや、それは僕はあの、なんだろう、ポンプクリエイターズって言って、あ、はいはいはい、そういう団体がですね。はい、あったりして、まあ、その上でチームで何かするときにとかありましたね。うんうん、ああ、そうなんですね。なかなか難しかったですね。そうですよね。また集団になればな、またね、こう1対1だとなんか微調整聞くみたいなこと思いますけど、集団になればなるほどそこら辺、ね、こう一人一人に言って聞かせられないから、ちょっと伝えるのも大変になってきますよね。ですね、なかなかこう難しかったりしましたね、うんうんうん、なんかまああとは、まあ、保育園に教えに行ったりとか、あ、そうですね、まあ、海外教室であの、はいはい、受験教室みたいなのやってた時期もあったから、はいはいはい、まあ、そういった意味ではそこはだいぶ強いでしょうね。あ、そうですよね、まあ、いわゆる生徒さん向けというか、うん、そうですね。そんなあれでしょ、だって結構大人数ですよね、10人20人いて。ああ、そこまでいなかったですけど、でも、まあ、割と複数7、8人だったとしても、うん、なんかそれってすごいですよね。あの、そうですね、うん、なんかでもだからあんまりこうやる気のない人と一緒。ああ、そうそう、ああそうですね、なんかいやでもそれあるな、相手のやる気問題もありますよね、うん、やっぱり。そうですね。強いから頑張ってもですね。なんかそのバランスは難しかったっすね。確かに。
なんか、まあ、そこら辺大事ですよね。その子が、うん、その人が、うん、まあ、どういうのをもう求めてるっていうか、うん、まあ、そういう受け皿というかね、うん、まあ、会社だったら当然、ね、うん、大事なことだから。でもそこら辺って僕思うのが、そのなんて言うんでしょうね、うん、どこまで会社に貢献していいものかって、はいはい、こう塩梅が分かんなかったりしそうだから。あ、そうですよね。なんとなく、まあ、これやりすぎじゃないかなみたいな、はいはい、その働きすぎじゃないかなとかっていうラインが分かんないから、はい、そうですね、そこら辺難しそうですね。いや、そうなんですよ。結構やっぱ本当最近本当痛感するんですけど、やっぱ人によって、でまあ、当たり前ですけど、本当にそこの今本当まさに吉川さんが言った、うん、そのやる気の尺度というか情熱というか、うん、やっぱ全然人によって違ってて、うん、まあ、あんまり時間だけで言うのもなんですけど、その、まあ、残業とかでも、まあ、まあ、あんまよくはないんですけど、まあ、その多めにやってくれてても、まあ、もっと頑張りますみたいな方もいますし、もう本当ちょっとあってももういやもう、うん、もうなんかしんどいですみたいなはい、はい、もうそれ以上できませんみたいな方もやっぱりいるので、はいはい、うん、そこって本当難しいなってずっと思ってるんですけど、はいはい、まあでもまあそれはなんていうか、まあ、自分たちのこの管理職とかになっていった時に、まあ、評価というかですね、そういうところをちゃんとこう間違いなく、まあ、やって、うん、まあね、うん、それがまあ結果はまあ会社とかであれば給料につながるわけなんで、うん、ここで正当な評価をしていくしかないんでしょうけど、うん、でもまあそうですね、本人のやる気問題は本当ありますよね。ねえ、うん、僕だから例えばそのもう本気だからね、この仕事に対して、はいはいはい、そうですね、1人しかいないから当然ね、そうですよね、全部全力なわけです。はいはいはい。で、まあ、ある意味でっかい夢に向かってずっとやってるわけですね。うん、なんかそんな中で例えばスタッフさんに温度差があったりすると、ああ確かに。自分のこととしてはやってくれないわけですよ。ああそうですよね。で、まあそれはなんかいろんなアーティストさんがなんか独立したりとかなんかそんな時にやっぱそんなこと、うんうんうん、そんな話題を確かされてて、ああなんか見ませんでしたっけ？なんか見ましたね。ああ、誰かいました？なんか今のお話最近聞いた気がします。あ、本当ですか？あ、なんだっけな、結構有名なアーティストの方、アーティストって本当に音楽業界の方だったと思います。何だったっけな、脱退かちょっと事務所移籍か、へえ、あちょっと忘れてしまいましたね。なんか俳優さんか、でもなんか、はい、結構共通してこの話は出てて、ああそうなんですね、分かる分かるって思うんですよね。はいはい、まあ、あはいはい、そうですね、自分はマジでもやっぱその、はいはい、立ってくれる人が自分と同じ、うんうん、あのなんて言うんでしょう、力でやってくれるっていうのは限らないよっていう、うん、あそっかみたいな。いや本当その通りですね、まあ、ある意味そうだよなって思うっていうか、そうですね、うん、だからある意味ってか、僕はずっともううん、アシスタントっていうか約半年超え、半年ちょいぐらいスタッフしてくれた子にもう、はいはい、毎回感謝してましたもん、ね、ああすごいですね。でもそれはそれだった、本当ありがたいなっていう、うん、どれだけありがたいかっていうのを、はい、なんか助かるかっていうのをずっと言ってました。へえすごい、それはめちゃくちゃでも本人もモチベーション上がりますよね絶対。うんね、そういう風に伝わってればいいなと思うんですけど、うんうんうん、やっぱことあるごとに、いや長年ずっと一人でやってきたから余計思う、はいはいはい、そうですよね、どれだけ助かるかっていう、うんうんうん、いやでもそれは、まあ、本当言わないとわからないですし、まあ、逆に言ってあげたらすごくモチベーションも上がると思うんですよね。まあ、逆に言うと、なんていうんでしょう、僕はずっと一人でやってきたからこそ、はいはい、その就職して、なんていうんでしょう、その会社のためにみたいなのが、うんうんうん、なかなか、そうですね、あんまそこまでわからないかもしれないっていうか、うんうん、そっち側の立場がね。はいはい、うん、なんか、まあ、ちょっと、分かんなかったりもするし、例えば、うん、みんな当たり前に働いてますけど、うんうんうん、そこの会社のために一生懸命時間を人生を費やしていくわけじゃないですか、うんうん、そうですね、でそれが
ある意味すごいよなって思ったりもするんですよ。あ、でもわかります、すごく。わかります、はい、やりたくないけどやるわけ、うん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 、そうですよね。それはそれすごいことだよなって思ったりもしますしね、だからもうなんか、まあ、当たり前といえば当たり前なんですけど、それで世の中回ってるから、うんうんうん、だけどなんかそういう、まあ、宗教じゃないけどそういう会社っていうのがあれば全部それに従うみたいな、うん、そうですね、なんかそういうのが当たり前になってる世の中、うん、じゃあ世の中じゃないですか、なんかそれが当たり前のようで当たり前じゃない気がするんですよね、うん、そう、いやそうですね本当。だからまあだから基本の根底には感謝がないとか思うし、うん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 、ですね、なんかすごいことですよね、うんうん、なんかその会社の方針があってそこに惚れてそこに、うん、そういうのがしたいっていう人たちが集まってた、うん、まあそうですよね、うん、だからまあそこの、うん、まあ、うん、トップのそういうのがあってこそのまあチームというか指導があっても全然耐えれますみたいな感じが、うん、はいはいはい、あったりするんですかね。うん、わかんないです。そうそうですよね。うん、いやだから本当そのまたね、集団団体とか、まあ本当チーム作りみたいな話にもつながっていくんでしょうけど。ねえ。うん、僕バレー部だったんですけど、はいはい、中学時代は、はいはいはい。やっぱそれこそね、勝つためにっていうのがある、うんうん、もうそうですね、完全にチームプレー。うん。うんうん、まあ、でもそれこそもう本当に何て言うんでしょう、ただそのまあバレエを学ぶためじゃなくてね、そのなんかいろいろ今後の、うん、まあ、将来役に立つその何、うん、て言うんでしょう、そういう礼儀じゃないけど盾のねあれだとかもそうですし、うんうん、まあ、部活ってそういう場ってよく言うじゃないですか。ですね。うん、でもまあそういうね、あれよかったと思いますね、うんうんうん、いい経験したなとは本当に、うん、ねえ、いやそうなんですよね、育成ね、うん、まあでも年上の方に言うのはなかなか、あ、難しいところありますね、感じてますね。割と幸いそのご本人が割と真面目にこう自身なので、まあまあね、それはもういいんでしょうけど、うんうんうん、そうですね、確かにそうそう、年上、うん、そう、あ、でもその今回の方は一応その部署で言うと もちろんこっちのが先輩というか、まあ知ってる側で、うん、で相手がなんか割とこう謙虚にしてくれてるんで、うん、全然、まあ、全然そこはあんまり僕問題ないんですけど、うん、社歴も自分より上で、うん、でもなんかまあ立場上ちょっと自分の方がまあ上というか、まあそのちょっと取りまとめをするような立場だったりもするので、で周りが結構大半がそのちょっと先輩というか少し上の方がばっかりなので、それは確かになんかちょっとこうなかなかうまいことというか、うん、なんか厳しくはいけないなと思いつつ、うん、なるほどですね、うん、なんかこう頼んで断られたらちょっと嫌だなみたいな感じですもん。典型的な、はい、気使いますね意外と気使いつつねそうですね、うん、そう、でもそれはでもいっぱいあるでしょうね。そうですよね、そうですよ ね、もうだからそうですよね、それで、まあでも本当に一人きりで何かをしない限りは、はい、まあどこに行ってもですね、うん、ついて回るんでしょうけど、そうですね、なんか逆にその育てられた側の時、うん、時代で、うん、この人すごかったなみたいなやつあります？この人すごかったな、まあ恩師じゃないですけどその育てられた方でみたいな、すごかったな。まあでも中学校の先生、はいはい、バレエの先生はもうすごいね、はいはい、でかいですね。もうバリバリの体系ですけど、ね、もう今完全にアウトみたいな。完全にアウトですね。
そうなんですね。そこはでかいっすよね。いや僕なんかその会社、まあ今の会社にもう入った時で、はい、で確かまだ20代前半ぐらいだった時に、はい、結構その某大手鉄道会社さんのまあ売上報告業務みたいなものを任され始めていた時で、まあそれ今もやってるんですけど実は。でそれをまあちょうど僕がやり始めた時ぐらいで、まだその教えてくれた先輩がいたんですよね、同じ部署に。その人から引き継ぐみたいな。一応もう割とこう何回かやって割と慣れた感じでやってたんですけど、なんかこうある日その気づいたんですよ、自分の、まあ、その時の業務というか作業がなんか自分の段取りがなんかいつの間にかめっちゃ狂っててというか悪くなってて、まあ、例えばその明日までに何かこう報告先方にしなきゃいけないのに、なんかまあ例えば10割こうあると、あの 100% が完了だとしたら、なんか明日もう仕上げないといけないのにまだ 30% ぐらいまでしか終わってなかったみたいな瞬間が一回訪れて、めっちゃこう焦るみたいなってなった時に、でまあ夜結構遅くまでしてたんですけど、その教えて、もともと教えてくれた先輩がもう帰っていいよって言われて、まあ9時だったか10時だったか帰ったんですよ。その後にその先輩が残って、はい、もう多分2時3時ぐらいまであったのか、夜中までやってくれてて、でまあ次の日来たらこうできてたんですよ。でまあなんか全然怒りもせず、おめちゃくちゃかっこいいなと思って。めちゃくちゃかっこいいですね。もう今もそうになってる、まあちょっともう違う部署に行っちゃった先輩なんですけど、まあ、当時は直属の本当先輩、まあ上司にその後もなるんですけど、そういうの背中を見て育った感じはありますね。だからそういう方の、そうですか、はい、そういうのはいいですね。そうですね。その人結構普段は、うん、なんだろう、結構なんて言ったらいいですかね、うん、結構自由人というか。あ、そうですか。結構そうなんですよ。僕にこう音楽の趣味を教えてくれた先輩でもあるんですけど、結構そうですね。ただもう仕事本当できる人で、なんか洋楽詳しい。あ、そうそうそうです、そうです。洋楽の、はい、はい、あのいろいろライブに連れて行ってくれた先輩なんですけど、二十歳ぐらいの時に。フェスとか。あ、フェスとか、そうそうそうです、そうです。そうそうそう、まさにその先輩でですね。ええ。本当にめっちゃお世話になってる先輩ですね。うん、普通なんかまあその辺の器のちっちゃい先輩だったら、うん、まあぶち切れて、はい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 、あのまあこっちが悪いんですけど、はいはい、まあ、なんかね、何やってんだお前みたいな感じで、自分で責任持って最後までやれみたいな感じじゃないですか、うん、おそらく、うんうん。それをなんかだから余計にこっちがなんていうか反省するというか、うん、結果。うん、なんかね、今みたいに自分でやれって言われたらまあそうだなと思うし、まあまあ気合でやるとは思うんですけど、うん、でも反省もするかもしれないんですけど、うん、逆になんかその先輩が無言で僕を返してまでやってくれた背中を見て、うん、なんかめちゃくちゃ反省もしたし、うん、もう絶対これやっちゃダメだなって本当に心の底から思ったんですよ。はいはい、だからもう、まあ、効果的面というかあれなんですけど、すごいな、多分怒られて自分でやらされるよりも多分効果があったなと思って、まあ、効果があったなって僕は言うのもあれなんですけど、はいはい、それってもうそのめちゃくちゃ怒りを通り越した感覚だったんですかね。俺がやったことはそうだったのかな。そうだったのかもしれないですね。それかもう今更怒ってもしょうがないと思われたのかもしれないですね。うん、もう怒る暇があるならもうやろうくらい、やるみたいなね。そうそう、結構クールな方ではあるので、ちょっと、うん、なるほど。まあまあでもすごく感謝してますね。まあ自分自身もあったのかもしれませんしね。そうですね、うん、うんうんうん、やっぱそういうのありますよね。ありますよね。伝えられたことは したくないっていうスタンスもあったり、うんうんうん、人によってでしょ。あ、そうそうですね。そうだからまあなんつですかね。ただまあじゃあ同じように僕はこれを後輩の誰かにした時とするじゃないですか、その同じようなことを、はいはい、僕ぐらいなんだか変な話ですけど、僕ぐらいこう、うん、ちゃんと受け取ってくれたら嬉しいですけど、
なんか、あ、やってくれたらラッキーみたいな。ラッキーんだよね。ね。なったら。そういうやつもいるでしょ、絶対。いると思う。お前ってこそ。そこら辺ですよね、だからあとは。はいはい、はい、うん。そういうのありますね。ありますよね。なんかそういうむずいなと思って、そうそう。はいはいはい。だからまあまあわかんないですね。そのめちゃくちゃよく言えば、その方は、まあそうやって響いてくれるだろうと思って、そこをそうしてくれたのか、はいはい、まあわかんないですけど、聞いてないから。で僕はもう、もうしかとその気持ちを受け取って、まあ結果反省して、うん、まあちゃんと一応次に生かして、まあ現在に至るんですけど。ですね、うん、でそういう話を本人にしたんですか？ね、いやー、知ったことないかもしれないです。もう今閉じた。謝ったりもなかった？謝りはもちろんめちゃくちゃしたんですけど、もう次の日もびっくりしたから、その出来上がってたから。そうですね、もうでも、もう近年でその話を改めてっていうのはない。ない、ね、まあ、っていうかちょっとそうなんですよ、もうあのその方がもう東京にもう10年ぐらいかな、僕がもうそうですね、大分に戻る時にはもうとっくに東京に行っていたので、うん、実際ゆっくり会う機会はもう全然ないんですよね今、うん、なんか電話とかメールでは今も結構絡むんですけど、ね、うん、まあでもそうですね、そんなか、まあ、違う部署なんですけど、僕がこっちの今いる部署で、うん、まあ成長させてもらっているので今も、うん、あのだからなんていうかこう割とその方とこう割と対等とは言わないですけど、まあ、当時よりはちょっと近い関係性で、今ちょっとこう なんかやり取りというかできるようになって、そうですね、向こうがうちの部署で何かあった時は僕にこう連絡くれるみたいな関係性でみたいなのはありますね。素敵ですね。なるほど。そういう本当結構僕は恵まれてますね、やっぱ上司とか先輩に割と。素晴らしい。ちょっと今あまり恵まれてないんですけど。その前まではめちゃくちゃ恵まれてましたね。なるほど、ね、はい、ものすごく、まあタイミングなんでしょう ね。なるほどな、でもなるほどな、そういうのを そういう意味じゃこうか、いや、そ、まあ、まあ、そもそもの最初の、はいはい、今のね、菅さんが出張でっていう話を聞いた時に、はいはい、あ、やっぱ会社ってすごいよなとか、うんうんうん、これは伝えたかったですけど、やっぱ菅さんやっぱりいいっすよっていうか、その、ね、はい、なんか会社っていいっすよっていうか、はいはいはい、生まれてますよじゃないけど、うんうんうん、なんか、まあ、それ嫌と、嫌と言えば嫌なんですけど、強制と言えば強制。はいはいはい。でもやっぱすごい経験っていうか、ね、まあそうですよね、こんななかなかね、じゃ自分でこの何枚も出して新幹線乗ってね、はい、まあね、あのホテルも何泊もして、うん、じゃそれをね、行かせてもらえるっていうのはありがたいなと思いながら。うんうん、まあ会社のためですもん、ね、うんうんうん、まあ業務ですもんね。そうですね、うん、うん、なるほどな、まあでもよしあしっちゃよしあしですね。なるほどな、あれですけど、でもそうですね、うん、うん、くせえね。そうですね、まあそういう意味じゃ僕その例えばアースで置いたっていう環境を、はいはい、年やってましたけど、で今新しい実行委員会が立ち上がって、新しい実行委員長さんがいらっしゃるんですけど、はいはいはい、その方がもう結構頑張ってましたね、はいはい、あれなんかそうやって長年実行委員長僕がしてたから、はいはいはい、関わってはちょこっとだけいるんですけど、あ、はい、そこまでやっぱまあ忙しいからそこまで関われてなくて、うんうん、でこの間なんか相談の電話があって、あ、お、はい、こんな時どうしてますみたいな、はいはいはい、まさにあれですね、そう思いますね、はいはいはい、でやっぱあその時にあ、うんうん、嬉しいなっていうか、あ、やっぱ自分なりに経験があるからですね、こういうことがありましたよとかって、うんうんうん、アドバイスね、うんうん、できたのは嬉しかったですね、うんうん、いやそれめっちゃいい話ですね、なんか嬉しいっすね、うんうん、本当誰が決めたわけでもないものをやってくれてるっていうのは、そうですよね、うん、しかもそれ頼ってね聞いてくれてるっていうのが、まあ、ね、うん、真剣にやってきたから、うんうんうん、それもね、そうですね、だいぶ悩んでたらしいんですけど、ね、ああそうなんですね、それは割とこうアドバイスをスッとできた感じで、
そうですね。わかるって、そうだよ、そういうパターンあったみたいな。なるほど、なるほど。もう経験が完全にある話で。そうですね。なるほど。ああ、やっぱね。まあそこら辺うれ嬉しいですね。やっぱそういう。そうですね。つながるっていうか。はいはい、そうですね。結局つなげることじゃないですか。そうですね。まさにそうですね。だから自分の場合がそうそう正しかったかどうか分かんないけど、うんうんうん、自分なりに一生懸命やったこととか教わったことは伝えなきゃみたいな感じですかね。うんうんうん、そうですね。確かに確かに。うん、あ、そうですね。本当そう、今思い出しましたけど、その PTA の会長した時もまさにそのやっぱ継承のあれ繰り返しなので、うん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 、そうですね。僕の前にやってた人も3年ぐらいやって、うん、まあ、本当にそのそこも恵まれてて、まあすごい師匠みたいな人ですごいお世話になったんですけど、うんうんうん、まあそうですね、その方がめちゃくちゃいい方というかいい会長さんだったので、まあ、その方から本当いろいろ学んで、まあ、また次の人にですねこっちからこうバトンタッチしていったみたいな経緯もあったので、まあちょっとその育てるっていうほどではないですところでは、まあ、一応こう、なんとか、ふうなことは思ってますけどね。やっぱそうですよね。なんかまあ、そうですね。そうですね。だからまあ、いろいろ、そうか、振り返ると、まあ、いろんな経験もしてはいるんですけど、なんか、うん、そう、なんでしょうね。なんかこう、行き詰まった感というか、ほうほうほう、なんでこんなに感じるんだろうなみたいな。あ、菅さん自身が行き詰まりを感じてる。そうそうですね。なんか、まあ、多分自分のステージが上がっていってるいながら、うん、多分自分の能力的なところでちょっともどかしいというか、うん、まあ、ある。でぶつからなかった壁にぶつかっていると思うんですよ。その、うんうん、まだ今のところにまで来てなかった時には見えなかった壁というか。ぶつかるはずなかった壁に当たってるので、うん、自分の多分こう背が伸びてるからぶつかってるんだなとは思うんですけど、うん、まあなんかそういうとまあ格好はいいですけど、なんかまあなんかいろいろちょっと不甲斐ないというかこうね、不甲斐ない、なんだろうな、ちょっと悔しいなというところの時もありますし、まあそうですね。それはその教えれてないなとかってことですか？あ、それはですね、またちょっとそのちょっとすみません、育成とかとはまたちょっと若干離れちゃうんですけど、うん、まあ普通のまあ普段の業務であったりとか、まあそうですね、なんか物事を進めたり、自分はでもまあ散々いろいろやってきてるので、うん、そんなに下手ではないと思ってたんですけど、うん、なんかやっぱこうしがらみというか、なんでしょうね、自分一人で何でもできれば逆に楽なんですけど、急、うんうん、人を返したりこうね、うんうんうん、しがらみとも言えるかもしれないですけど、うんうんうん、なんかそういうのが多すぎてちょっともうめんどくさい感じはありますね、ちょっと。なるほどっすね。情熱がこうちょっとこうなくなってきてるとか、そうですかね。まあ確かにそれもあるんですかね。まあもともとあんまりそんなにないんですけど一応こなして、まあ、まあね、それなりにやる気はもちろん持ってやってはいますけど、まあ、そんな別に憧れの職業とかそういうことではないので、まあ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 みたいな感じですけどね。だからまあこれ、まあ、そうですね、プライベートだったらもっと前のめりでしてるのになって、なんかなんとなく感じる時はありますね、うん、なんか良くも悪くもっていうか、はいはいはい、うん、そこはそうですね、まあ熱量的な話かもしれないですよね。ですね、そうですね、そうですね、なるほど、本当やる気問題と本当つながってくるかもしれないですけど、なんか、そうですね、なるほどな、なんかその例え話になるか分かんないですけど、バレーボール、僕バレー部に、はい、そのキャプテンが
はいはい、いて、はい、である時先生すごい厳しい先生とぶつかってというか、はいはい、俺はキャプテン辞める的な感じがあって、はい、それが理由がその楽しくバレーがしたいと、それを勝っていくようなバレーって、それめちゃくちゃ聞きますね。なんかその部活とか楽しくやりたいんだみたいな、はいはいはい、クラブチームみんなはどう、うん、どう思う、はい、みたいな感じで、はいはい、じゃあお前らで考えろみたいな感じで、それ高校先生が言い出したんですか。いやいや、結局言い出したお前ら考えろは確か先生が言ったと思う、言ったとかそういう形になったと思うんですけど、はいはい、ちょっと感動っていうか、一体何が起きてるんだと思ってましたけど、 あ、はい、あの先生が僕らに任せるんだっていうのが、あ、まあ、教育者としてそう、今考えればね、はいはいはい、でもすごい高圧的な感じだったんで、それに多分不満を抱いたキャプテンがそういう風な行動に出たのかなと思うんですけど、わかんないですけどね、まあ、結局、まあ、僕らとしては、はい、まあ、答えとしては、はいはい、やっぱどうせなら勝ちたい、強くなりたいみたいな選択肢で、はいはい、キャプテンが変わったんですね。あ、例えばキャプテンはそんなにっていうタイプだったってことですね。そんなにっていうタイプだったんです。珍しいですね。それでキャプテンになってる。そうですね。結構ちゃんと上手にしてたんですけどね。はいはい、キャプテンらしいことしてたんですけど。へえ。あ、そうなんだって感じで思ったんですよね。中学生ですかそれ。中学生時代。なんかすごい話ですね。うん、そんな時代にもう。そうで、じゃあ誰がキャプテンがいいかなみたいなことをったりして。へ、はいはい、それは、ある意味、なんか面白い話、面白いというか、まあ、そうですね。どういうスタンスでやっていくかみたいな、とこってすごい面白いというか、興味深いですよね。ですね。うん。そっか、それまたなんか。でもなんかよく聞きますね。本当ですね、そういう目的の違いというか、うん、うん、ですね、ありますよね。うん、だからまあ育成って言っても、だから本当パワハラなんやかね、いろいろあるじゃないですか。ありますね。ここら辺もすごい時代というか、なかなか難しい時代でもありますしね。うんうんうん、そうですね。どうなんでしょうね。そう、本当はガツンと言ったらもう多分ダメですよね、多分今。だから、うん、まあ、例えば僕トンネルで制作以前あはいはいはいだったでね、やった時に、はいはい、結構こう学生相手だったから、はいはい、なんかこうまあ頼んでるボランティアでやってもらう、有志でやってもらうような感じで、はいはい、楽しくワイワイやるっていうのが基本ではあった、うん、けど、はいはいはい、あまりにもちょっとふざけてるとは、うん、うわ、なんかそういうのも一番あれですね、言うかどうかみたいな、そう、相当ためらったんですよ。いやですよね、めっちゃわかります。命かけてるから。そうですね、ふざけんなって思いもあるんですよ、はいはいはい、内心はですね、うん、だけどその直接そんなこと言っちゃいけないし、はい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 、相当葛藤しましたけどね。以上言えば仮にもボランティアで来て、そう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 、まあ、くれてるというか、やってくれてるっていう、そうですね、お手伝いで、まあ、うん、でも、いや、それすごいですね。ね、書かせたくない、そういうやつに書きたくないぐらいなわけですよ。はいはいはい、うん、そうですよね。自分の評価につながりますからね。そうですよね。うん、っていう中で、やっぱ思い切って言いましたもんね。すごいこうドーンって言うんじゃなくて、はいはい、ちゃんとこうその子たちのためというか、うんうんうん、まあ自分の思いも含め。うん、あ、その子たちが建築家の子だったんで、建築系を目指す学生たちだったんで、はいはい、まあ、例えを挟みつつね、なんかちゃんとしっかり言うことを言ったんですよ。おお、はい。そしたらキュッとしまってね、最終的にいいものが僕としてはできたなと思った。本当ですか。へえ。よかったなと思うんですよね。でも、あいつって思ってるかもしれないなって思いつつね。まあでも結果そのまあなんかまあ。あれですね、それ特に目立ったそういうのもそうですね、なくってことですね。はい、なかったと思うんですけどね、まあ陰で言ってるかもしれないけど。いやー、まあでもすごいですね、そのうまくいったというか。そうですね、やっぱそういうところは言うべきところは、まあ感情に任せないって感じでしたね。そうですね、はいはい、ちょっとこう本当に真剣に耐えてみるって、ね、うんうんうん、
まあその言う上でも、なんか言う前にちょっとこうアシスタントのことを思うっていう話で、まあ、ちょっと私はシミュレーションじゃないけど、はい、はい、話した上で言いましたけどね。いやー、そういうのと一番なんか悩みますね、確かに。そうですね、うん。だからやっぱそういう仕事場で言うとね、なんか分かりやすいっていうか、うんうんうん、部分もありますよね、うん、あるとは思うんですけど。だからそれこそボランティアでやってたりするとね、なかなかそこら辺が難しい部分は、うんうん、いやそうっすね、いますね。なんか仕事ならまだね、給料もらってるだろうっていう気持ちで言えますけど、ボランティアってなんか、あ、じゃあ分かりました、じゃあ辞めますみたいな、あ、そう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 、なりそうですもんね。うん、うん、ね、なかなか、うん、なるほど、ええ、あ、面白いですね、なんか。まあ、まず興味深いの、うん、そうですね、いろいろありますね、なんだかんだ、うんうん、いろんな経験してきてますね、うん、そういう意味じゃ、うん、あ、でもやっぱそういうこうなんて言うんでしょうね、まあ、皆さんそういう、うん、いろんな場面でね、やっぱ結局、うん、お互い、まあ、どんな立場で、うんうん、どんな会社とかね、場所で、うん、教えるとか伝えるとかっていうのはね、うんうん、人ですからね、うん、そうですね、そういうの起こってるんでしょうね、うん、そっか、そうですね、うん、なんか育成どうですか、なんか話せたのかないや、そうですね、まあ割とそうですね、まあ、やっぱ仕事の話に僕はちょっとなっちゃいましたけど、うん、うーん、まあ生徒さん絵画教室、僕は今一般教室で、はいはいはい、そこでは年上、はい、もう上75かな、うん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 、と僕よりちょっと上の方に教えたりしてるんですけど、はいはい、長年だいぶ年下の息子、うん、ぐらいがね、はいはい、どこから教えて、うん、僕は教えてるっていうのがなんか不思議な感じだなと思って、うんうん、そうですね、言ってはいますけどね、うんうんうん、もう10年ぐらいですからね、その10年ぐらい続いてるんですよ、その方々、へえ、そうですね、うん、それはそれで面白いんですけど、ね、うんうんうん、へえ、ここら辺はでもね、そこら辺難しかったりもしますね。やっぱね、言いづらかったりする部分も多少なりともあったりするし。そうですね。うん、まあ、その、教えるっていう部分で、うんうん、なかなか、まあ、趣味でっていう部分だとね、うん、こうそういうビシバシっていう場でもなかったりするし、うん、まあ、受験だったらね、がっつりビシって言うんですけど。うんうんうん、そうですね。やっぱこう、立場とか、うんうんうん、のでやっぱ変わりますよね、うん、そのスタンプはね、うんうんうん、そうですね、塩梅というかね、うんうん、まあ、そこでも、まあそれも経験則というかね、まあそういうのが結局先輩とかに相談するとか、うん、もう困ったらね、そういうのが一番いいですかね、うんうん、そうですね、うん、うん、まあ結局でも教えられたことしか教えられなかったりしますね。ああ、まあまあ確かにそうですね、うん、そういったなんか経験でね、自分がまあ教わったそういったいろいろな、うん、なんかまあいい例というか、その多分こう吸収したものを多分出してるんだなと思うんですけど、うん、そうですよね、うん、そうですね、うん、結局まあ自分が勉強したことと教えられたことでしか、うんうんうん、そうですね、失敗からとかね、うんうん、でもやっぱ結局ね、まあいろんな経験してからのことですよね、うん、いろいろ全てがね、うん、そうですね、思いますね、うん、まあ本当でも教えれる、まあ、立場というか、まあ、そういうことなんでしょうね、うん、まあ、そうですね、上で上だからこそ、うんうんうん、まあだからそうですね、そう、自分が習ってた時はあんまり何も考えずに、うん、まあもちろん言われたことをね、こうマスターするように努力をしていただけでしたけど、うん、まあ、いざ自分が教える側の立場になったら、うん、あ、こんなになんか上の立場だったとしても相手にこうやって気遣ったり、
めっちゃ言葉考えたりしてるんだなみたいな、うん、ちょっと気持ちが分かりましたね。だから僕本当ちっちゃい、めちゃくちゃちっちゃい3歳とかの子供からで、この上越え70とか教えたりする、それこそ障害があったりなかったりとか、そんなのも含めて教えたりもしてるから、はいはいはい、そうか、そうですよね。いろんな立場の人とは接してきてますね。いや、本当そう考えるとすごいですね、本当に。だからまあ大事な部分をまあ見つめてるっていうか、そこかなと僕は思ってますね。あ、一番とんがった部分っていうか、ほうほう、例えばか環境問題にしたらね、その志っていうかね、なんかあ、まあ、そこを基準にしてものを発すというか、接するとか、まあ会社でいうとそういう会社の目指してる方向とか、はいはい、そういう上でなんか叶ってるんだよ、ですよみたいな、私が言ったくみたいなことも言いつつ、はい、はいはい、そういったところだと多分誰でも聞いてくれるっていうか、年がない気がしますけどね。あ、そうですね。だからそういう年上の人にも、いろんな経営者の人もなんか画家聞いてくれたりするから、いいんですかって思ったりする講演とか頼まれたりするよね。へえ。あ、だから、で、それも直接言ったこともあるんですよ。お、はい、年代が上の社長さんがいらっしゃるところ、はいはい、前でその講演みたいな頼まれた時に、はい、へ、いいんですかみたいな、いや興味深いとか、そういう方なんていないからねみたいな、まあそうかみたいなね、なんかそう思うと、なんかそういう、まあその道というかね、そうですね、素晴らしいですね、誰も歩けない道だったりすることに対しての、まあ、リスペクトがね、やっぱあるんだな、ありがたいなと思ったりしますからね。そうですね。それこそ、ね、ファンさん、そのね、会社のプロフェッショナルなわけなので。はいはいはい。やっぱそれは堂々とね、まあ、そうですね。見してあげる。いやー、そうですね。まあね、うん、そんな気がしますね。ああ、そうですね。はい、いや、なのでまあまあちょっとそうですね、まあ本当自分なりにこういうまあ年齢キャリアでそういう経験をするようになったので、ちょっとまあ今日はこういうテーマを選んだんですけど、なんかまあ割とだから簡単に言うと自分がまだ今その葛藤の中にいるというか、あまり慣れてないというか、というところなので、まあまあちょっと勉強だなというところですかね。そうですか。なんかそう、例えばお店とかで店長になってとかって、まあ全然いるじゃないですか、もう自分たちの年齢だと、そんな人なんかもうめちゃめちゃね、こういわゆるだから部下というか、まあいっぱいいるわけで、ね、その場をまとめてってなったらすごいなと思いますし、そうですね、まあというところでちょっと引き続き頑張ってみようかなと思います。癖をぜひという結論で、はい、頑張ってください、はい、なんかでも本当今回でも喋れるかなと思いましたけどね、はい、会社の中で育成っていうのは、まあ、ことがないからですね、はいはいはい、はい、まあ人に教えることはずっとやってきてます。まあそうですよね、そこ絶対共通するところで、そうですね、そうですね、まあ、お話ちゃんとできたのかなと思いやいや、あの、はい、有意義なの時間が過ごせました、ホテルで大丈夫ですね、はい、ありがとうございます。そうですね、ありがとうございます。はい、あ、それではちょっと最後のオーナーに行きましょうか。はい、はい、それでは行きます。はい、画家と作家今週の一曲、このコーナーは我々画家と作家が今週聴きたい曲をご紹介するコーナーですと、はい、いうことで、じゃあ、私の方からさせていただきたいんですけれども、はい、今日のエンタメのすすめでご紹介したそのトークサバイバー2の、まあ、主題歌になっている曲がありまして、はいはい、サンボマスターで笑っておくれですね。はい、
いいですね。これは、まあ、今回私書き下ろしで主題歌になってるというふうに聞いてるんですけれども、はい、まあ本当この「笑っておくれ」というもうタイトルに現れてると思うんですけど、はい、歌詞もめちゃくちゃいい感じで、まあ、いつもの熱いサンボマスターの、はい、雰囲気がもうたっぷりですので、なるほど、おすすめですということで。素晴らしい。はい、じゃあ僕はですね、はい、全然全く関係ないのにします。あ、はいはいはいいいですいいですいいですか。はい、僕は最近ずっとこの画家と作家の今週と一曲で、はい、紹介しよう、はい、紹介しようと思いながら、はいはいはい、テーマが全然違うから、あ、はい、やめてたんですけど、あ、はい、これじゃあ全然違うテーマと違いますが、お、はい、アブリル・ラビーンさんの、おフィーチャリングマリリン・マンソン。え、あ、そんな曲あるんですか。そんな曲があって、はいはい、バッドガールというですね、はい、はいはい、フューチャリングマリリン・マンソン。あ、そうなんですね。これなかなか激しい曲で、激しいというかね、結構僕好きですね。へえ、これ結構最近聞いてて、うん、結構古いんです、そんなに新しくないんですけど、あ、はいはい、面白い組み合わせだな。マリリン・マンソン、あ、これか。バッドガールっていうですね。はい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 。もう結構前だとは思うんですけど。この僕今ちょっと僕もなんかアップルミュージックで見てますけど、このジャケット自体をほとんど知らないぐらいの、あ、そうですか。感じですね。ああ。結構ね、うん、僕は好きですね。結構激しいというか。なんかこう、もしストレス感じてらっしゃる方がいれば、はい、ぜひお聞き。あ、そうなんですね。いただきたいなと思います。ちょっとじゃあすぐ聞きたいと思います。育成疲れ。育成疲れ。でもこのなんだろう、アブリルのこのファーストのアルバムとかめちゃめちゃ聞きました、うん、僕。ああ。最初のコンプリケートでしたっけ。ね、かっこいいですよね。かっこいいですよね。そうそう、だから僕も多分その時は当然知ってて。うんうんうん、いいなと思ってて、うん、まあロックっぽいね感じ、そうですね、すごい人が出てきたなと思って、はいはいはい、で、そうそう、はいはい、まさかのね、マリリン・マンソンとコラボして、うん、いやすごいですね、おーおーおお、本物ですね、うん、聞いてみたら、おーおおってかめちゃくちゃかっこいいと思って、聞いてみます。はい、このスケーターボーイだったかな、アブリル・ラビンの、まあ、それこそその最初のアルバムに入ってる結構ポップな、はいはい、僕確かそれ自分の結婚式でかけましたもんね。あ、本当っすか。まあ、当時、まあ、2004年とかだったんで、ちょうどね結構出てきて、なるほど、売れてた時だったんで、うん、ぜひぜひ、はい、聞いてみます。アブリル・ラビン聞いてみて、はい、はい、ありがとうございます。はい、すいません、ちょっとアクシデントが、アクシデントがはい、ちょっとぜひ聞いてみたいと思います。はい、はい、はい、ではでは、そうですね、はい、ちょっとまあまあ育てるについて話したかな。そうですね、まあまあなかなかちょっと難しいというか、まあね、どういうなんていうか、こう別にこうなんでしょうね、文句を言うわけでもなければ、まあなんかね、こうまあエピソードをいくつかは話はしましたけども、なかなか難しいですね。ですね、うん、まあ人によって立場によって違うでしょうし、うんうん、まあ、今回だから聞いた人がどう思うかですね、うん、そうですね、わかるって思ってくれるのか、うんうんうん、参考になったのかわかんないですけど、うん、そうですね、うん、まあでも何かしらね、なんか共感したりだとか、そうですね、なんかしてもらえると嬉しいなと思いますけど、嬉しいですね、うん、40、そうですね、アラフォーの人が割とこういうのにぶつかったりするんですかね、うんうんうん、そうですね、うんうん、うん、かもしれないですね、うん、うん、まあ何か参考になれば、そうですね、幸いですと、はい、いうとこですかね。ありがとうございます。そうですね、ちょっとまたじゃああれですね、来週以降のテーマをまた、はい、ちょっとね話し合ってちょっと決めて、そうですね、ね、いろんな触れ幅でというか、はい、
ね、バリエーション豊かに、はい、語っていきたいなと思いますので、そうですね、はい、来週もどうぞお楽しみですね、ま、よろしくお願いします、はい、はい、それではじゃあ締めたいと思います、はい、それでは画家と作家第42回お送りしましたのは、うん、画家の吉田健太と作家の川野隆でした、ありがとうございました、ありがとうございました、また来週、また来週、おやすみなさい、おやすみなさい、それぞれの放送室から届ける声、等しい幸せなんてないけれど、晴れた明日へと行こう、もう大丈夫、肯定しながら歩んでいたい、どんな過去があったって100億点で行こう、ずっとずっと大正解、笑うことは僕らだけの特権、テレビスターが教えてくれた、大喜利に答えるみたいに、離れてみれば全部コメディ、ために進め、画家と作家。和やかな談話室から届ける夢、でたらめと呼ばれるかも、あの頃みたい、どんな未来を作っていくのか、僕らのアンテナを信じて行こう、きっときっと大成功、何もないは何でもありだと、ロックスターが教えてくれた、無駄なことを一緒にしようよ、足りない二人のメロディー、ペンと筆を持って、画家と作家。育児だと気づく、くぐれ、大切な人を大切に、笑うことは僕らだけの特権、テレビスターが教えてくれた、何もないは何でもありだと、僕らだけの道へと行こう、それぞれの道に挑もう、愛と笑いを乗せて、画家と作家、ララ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 ラ、いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。 Twitter、Instagram やっております。その他情報は概要欄まで。また次の動画でお会いしましょう。